ステーブルディフュージョンオートマチック1111を利用してエラー表示で動かなくなったり URL が出力されないときに取った対策と代わりの手段を紹介したいと思います。またわからないことがあれば YouTube のコメント欄を利用してみんなで解決していけたらと思います。また今回紹介している詳しい解決法は概要欄リンク先で記事にもしていますので、そちらも参考にしてください。まずは代行手段を紹介し、次に対処法を紹介します。代行手段、代わりの手段として動画概要欄に掲載している C アート AI といった AI サービスを利用してみてください。今のところ無料でステーブルディフュージョンとほぼ同じ機能が利用できます。ステーブルディフュージョンのような難しいプログラミングや設定は必要ありません。またエラーもなく快適に利用できます。次にエラーメッセージや URL が出力されない時の解決法なのですが、まずはじめにこのようなエラーやパブリック URL が出力されない場合は再インストールで直ることがあります。再インストールは Google ドライブの中を消去して一からデータを入れ直すといった方法ですが、これでも直らない場合は動画概要欄記事にある別の方法でインストールを試してみてください。この別の方法でインストールすると問題なく起動することがあります。これでも直らない場合は Google コラボ有料化で直ることが予想されますが、1200円前後の料金が毎月発生してしまい、さらには直らない可能性もあるので、そんな時は先ほど紹介した C アート AI や他のツールの利用を考えてもいいでしょう。今回紹介した他に解決法があればまた動画を出すので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。